アーサー・レナード・ショーローはアメリカ人の物理学者。レーザーの研究で知られ、1981年にノーベル物理学賞を受賞した。母親のヘレン・メイソンはカナダ出身、父親のアーサー・ショーローはラトビアからの移民である。アーサーが3歳の時、一家はカナダのトロントに引っ越した。彼はキリスト教の熱心な信者である。彼は16歳で高校を卒業し、 奨学金を受け取って、トロント大学に進学した。学部を修了すると大学院に進学したが、第二次世界大戦によって一時中断した。戦後、研究に復帰し、マルコム・クロー・フォードの下で博士号を取得した。1949年の秋には、コロンビア大学のチャールズ・タウンズの下で、ポスドクとして研究を行った。1951年、彼は、 チャールズ・タウンズの妹である、オーレリア・タウンズと結婚し、アーサー・ジュニア、ヘレン、エディスの三つ子を設けた。アーサー・ジュニアは、自閉症でほとんど喋れなかった。彼は1951年に、ベル研究所に移り、1961年には、スタンフォード大学物理学科の教授になった。そして1996年に退官して、名誉教授になるまで、ここで教授を続けた。 スタンフォード大学の教授である小老とロバート・ホフスタッターは共に自閉症児を持ち互いに助け合った。アーサー・ジュニアは施設に入れられたが後に小老はカリフォルニア州パラダイスに自閉症児のケア施設を作った。この施設は彼の死の直前の1999年にアーサー・小老センターと名付けられた。彼の主要な研究は工学、特にレーザーや その文工学への応用に関するものだったが、彼は常に超伝導や核磁気共鳴の研究も行っていた。小牢ーーは、レーザー文工学への貢献により、ニコラス・ブルームバーゲン、カイ・シーグバーンと共に1981年度のノーベル物理学賞を受賞した。小牢ーーは、チャールズ・タウンズと共に1955年に、マイクロウェーブ・スペクトロスコープを書き、 1958年にはベール研究所でレーザーの特許を取得した。1991年 NEC とアメリカ物理学会は彼の名を冠したレーザー科学におけるアーサー・エール小牢賞を創設した。この賞は毎年レーザーを使用した基礎的研究で顕著な業績を上げた者に与えられる。ショーローはニューヨーク州マウントバーノンで生まれ、 カリフォルニア州パロアルトで白血病により死去したスタンフォード大学物理学科ありがとうございます。